全日本新人王スーパーフライ級の決定戦です。目黒が身長174センチ、岩崎は 166.5センチです。なお目黒はリーチが身長より2センチ長いということで、その差が試合にどう影響するか、スーパーフライ級です。全日本新人王決定戦スーパーフライ級が始まりました。赤いトランクスが東軍代表の目黒誠也、セレスジム20歳の選手です。一方の青いトランクスが西軍代表オールジムの岩崎圭介です。オールジムとしては新人王に輝けばジム初めてということになります。中に飛び込んでいきました。身長差が 7.5 センチということで、この身長差がどのように影響してくるでしょうか。この試合の解説も浜田剛さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。浜田さん、まずはこの身長差ということになりますよね、そういうことですね。身長差、そしてリーチ差ということになるんですよね。目黒は身長よりもリーチが長いということで、得意なパンチはこの左のストレートだと話しています。この距離がどんどん打ってきますからね、一方西軍代表の岩崎もこの身長差リーチ差は分かっている、だからこそ飛び込む練習を何度もしてきましたという話をしています。その前にやっぱり目黒の方打ちますからね、なかなか入りにくいというところありますよね。そうですね。東日本の決勝でも1ラウンドからどんどんとパンチをついていったのは赤いトランクスの目黒誠也です。おっと、おっと、押し込んでいく、岩崎押し込んでいきました。ロープを背にしたのは目黒です。全体的に目黒の場合は振りが大きいところはあるんですね、ですから当たればいいけど外された時に相手に入り込まれてしまうというパターンが結構ありますね。なるほど。この左ストレートが赤いトランクス目黒の得意なパンチです。東日本の決勝も3対0の判定で勝ち上がってきました。一方西軍代表の岩崎はサウスポーとの対戦はプロ初めてということで、得意なパンチは右のストレートだと話しています。共に去年の8月にプロデビューした両者の試合です。全勝の目黒対消防士として働いていました青いトランクス岩崎の試合です。ここも距離が縮まります。なお西軍代表青いトランクスの岩崎もこれまでプロ5戦戦って4勝1敗、4勝のうち1つがノックアウト勝利です。右のジャブをついていきます赤いトランクスの目黒、ここも距離を置いていく青いトランクスの岩崎としては、このジャブをかいくぐってどう中に飛び込んでいけるかどうか。ただ確かに浜田さんおっしゃる通り岩崎かわしてますね、パンチ右のストレート。そうですね。それで入った瞬間に打てるかどうかですよね、飛び込んでからどこまでパンチにつなげられるか青いトランクスの岩崎です。岩崎からするとこの距離からしっかりとワンツー早いのを打てればいいんですけどね、ただ、目黒がこの逆にこの距離から左それで打ってるからなかなか距離詰めにくいというところがあるんですよね、目黒の得意なパンチ左のストレートが伸びてきます。ここも距離が空きます。それと目黒の左ラッパン右ストレートボディブローなんか、からやっぱり入りにくいところがあるんですね。そうですね。飛び込んでもこのようにクリンチワーク逃げられてしまいます。青いトランクスの岩崎左ストレート、岩崎としては西軍代表決定戦では2対1の判定を苦しみながらこの舞台に立ち上がってきました。第1ラウンドが終了しています。目黒のジムの先輩岩佐良介も応援に駆けつけています。先日は IBF スーパーバンタム級暫定王者に輝きました。岩佐も目黒に対してお互い頑張ろうな、お互いタイトルを取ろうなと、そんな話をしてもらったと目黒は話します。さあ試合は第2ラウンドに入ります。目黒は、いい先輩を見本にしてやってる感はありますよね。同じサウスポーですから。そうですね。さて赤いトランクス目黒ですが、1ラウンドから行き過ぎて東日本の決勝では少し後半スタミナ切れを起こしてしまったということで、この全日本新人王決定戦では少し序盤を相手を見ていきたいと、そんな話もしていました。飛び込んでくるところ左右のフック、どうしようメグロの場合は振りが大きい、そして力を入れて打つところがあるんで、体力スタミナ消耗するところは確かにあるんですね。そうですか、
浜田さん の, そのプロの目から見ると少しその振りが大きいということなんですね。ちょっとやっぱり力みがあちょっと強いところありますよね。左ストレート、まあ、だから当てれば確かにやっぱりノックアウトもありますよね。はい、ジムの練習でもサンドバックに対して左のストレートを何度も何度もついていました赤いトランクスの目黒です。岩佐良介さんだけでなく長谷川穂積さんも憧れのボクサーですと話していた赤いトランクスの目黒です。スピードとカウンターを磨いていきたいそう話していた赤いトランクスの目黒です。またタイミングで倒すようなボクシングも展開していきたいそんな話もしていました。ボクシングになると本当に負けたくない、負けず嫌いの性格が出てしまうんですという話もしていました赤いトランクスの目黒。身長が174センチ、リーチはそれ以上を持つ目黒聖也です。現在20歳。まあ、岩崎からすると入っていこうとすると目黒がスッと下がりますからね、やっぱり距離の長さを感じているところありますね。はい、岩崎としては当然中に飛び込んでからどう当てるかということになりますよね。浜田さん、だから飛び込む、まあ、要するにその飛び込むという踏み込みのことですけど、その時にパンチが届けば一番いいんですね。青いトランクスの岩崎、このリーチさえ生かします。おっと、至近距離での連打を狙っていく。ここは目黒のパンチが当たったか、少しバックストレート切りました、まあ、ね、はい、岩崎です。ゆくちょっと浅かったですね。ただこういった岩崎の動きも一つ、あ、左のストレート、目黒の左のストレート、ただ目黒もサイロックを振っていく。ガチンと当たりました、目黒の左のストレートです。そうですね、いいパンチは当てましたけどその後の攻撃、本当アゴ上げて打ってるところあるんで、逆に打たれたら危ないところもありますよ目黒は。ここも左のストレートをついていきました目黒です。今はうまくですね、ボディ打つふりして上に打つところなんか、はい、目黒うまかったですね今のは。なるほど、ここも左のストレート、第2ラウンドに入りまして目黒の左のストレートが当たるようになってきました。岩崎はその左のストレートをかいくぐることができるかどうか。岩崎その場所に止まってるんじゃなくて右下がるんだったら一回下がっても構わないんですけど、ね、はい、ここも左のストレート、得意なパンチをついていきます目黒聖也20歳です。目黒の得意なパンチ、左のストレートが第2ラウンドは岩崎の顔面を捉えました。ちょうどボディを見ながら上に打つわけですから、岩崎からするとボディに来るんじゃないかと思った時にいい顔面に来てしまったと。視線のフィントもあるというわけなんですね。こちらが西軍代表の岩崎圭介です。さあ試合は第3ラウンドに入ります。岩崎も試合前は相手の出方を見て惑わされることなく、とにかく自分のペースでボクシングをしたい、そんな話をしていました。まあ、ですから岩崎からするとこの、惑わされない、まあ、思い切ったことをやることですね。そうですね、ちょっと今止まってますけどね。先ほども左ストレートをもらいながらも距離を縮めて左右のフックを振っていきました。見ろよ、右をついていく、ここも左右のフックを振っていく。この距離でしっかりと打っちゃうことですね。これもセコンドからの指示があったでしょうか。左右のフックを振っていきます。ただ距離を縮めないと岩崎に勝機はないかもしれません。消防士として働いていました岩崎圭介24歳です。その前からボクシングをしていましてプロライセンスも持っていました。ただプロボクサーとしてデビューするために去年の3月に消防士を辞めジムを移籍しました。体幹の強さ、消防士として鍛えたその体の強さはパンチ力にもつながっていますという話をしています。右のストレートを伸ばしていく岩崎です。174cm の赤いトランクス目黒聖也、一方 166.5cm の岩崎圭介です。5ラウンドで争われますこのスーパーフライ級全日本新人王決定戦第3ラウンドです。左のストレート、まあ、岩崎も鼻血出してきたんで呼吸も、まあ、きつくなってる感はありますね。ここも左のストレートを伸ばしていきます。距離を置いていく、右のジャブの角度を変えまして
まあ、少し先は行かないんであればもっと距離取ってもいいんですけどね。そうですか、はい、はい、ここも距離を縮めてくる。打つ場合のはしっかりと入ることですね。この距離を縮めてから青いトランクス岩崎としては、はい、そこで打つことなんです。ここですね、はい、ここでパンチをまとめられるか。クリンチワークで逃げる目黒、サイドフックを打っていく、左から右、あっと目黒も右を合わせた。ここはクリンチワークとなります。岩崎打開策を見出せるか。目黒はまた距離を置きまして左のストレートを狙っていきます。それで岩崎が入ろうとすると、左さっとバックステップするから岩崎本当に距離の違い感じていますね。はい、左のボディストレート、岩崎もその目黒の内割りに狙っていけるかどうか。このように右腕を伸ばしまして距離を置いていきます目黒。こうなりますと距離ではやはり目黒に分があります。バックステップは目黒、スッとバックステップする、打ちたかったんだけどと。そうですね、そこでも第1回躊躇するんですね。ポイントでも少し有利と見てきているでしょうか。赤いトランクスの目黒です。右の深い右のストレート、ショートレンジでついていきました。ここで岩崎はどれだけ打てるかですね。第3ラウンドが終了しています。残すラウンドはあと2つです。地元福島でセレス小林さんの講演会がありまして、その後ミットを持ってもらったらしっくりきたということでセレス小林会長、セレスジムの門を叩きましたこの目黒誠也です。会長からもこの全日本新人王とにかく取ってくれと言われていますと話した目黒誠也。さあ残すラウンドはあと2つです。ラウンド4、試合は第4ラウンドに入ります。右のジャブを伸ばしていきました赤いトランクスの目黒誠也、20歳です。これまでプロ5戦戦って全勝、5勝のうち3つがノックアウト勝利です。一方アマチュアでも24戦の戦績がありまして16勝8敗、赤いトランクスの目黒誠也20歳です。左のストレート、右から左、左右のフックをかわしながらクリンチワークに逃げます。序盤はこの試合を抑えていきたいと話していましたが試合も後半戦に入りました。目黒としても、ノックアウトを狙っていませんがどこかで左のストレート顔面を捉えることがまたあるでしょうか。まあ、もう少し打ってもいいですよね、流れは自分の流れ、ですからね、少し確かにおっしゃる通り目黒の手数もというところでありますが、ここは打ち合いになる。左のアッパー、左のストレートが得意と話しながらも、まあ、左のフックでしたら右のフックの練習もしていました赤いトランクスの目黒です。岩崎も今は本当しっかりと打ちに行きましたよね、はい、あれを立て続けにできればいいですけどね。そうですね、はい、初めての後楽園ホールで試合をしています西軍代表の岩崎圭介です。オールジム、大阪府松原市にジムを構えますオールジム。ここも距離右、変則的に右をついてきました。右から左、最後連打、右のストレート、目黒も返していく。岩崎右のストレート、ニュートラルコーナーに追いやっていてガードを固めて右から体を左右に振ってボディもついていけるかどうか。ただここはもう目黒も打ち合いませんね。まあ目黒もですね、まあ、結構接近してもボディストレート、はい、打っちゃって、まあ、フェースがいいんでやろうというところもあることはありますよね、左のストレートバックステップでかわしていく岩崎、右を伸ばしていきました。変則的にヒアラッパー、少しマウスピースが外れたでしょうか。一旦ブレークで口に戻されます。あ、口には戻されませんでした。まあ、タイミングを見て、まあ、レフリーが入れますね。そうですね、はいはい、
さあ30秒を切りました。この第4ラウンドです。これが世界タイトルの場合には直ちに入れるという時もありますけどね、さあ試合が再開されます。さあここからはと今のヒダラパーボディに突き刺さるから、やっぱり岩崎はそこで我慢してもう一回入れるかですね。なるほど、確かにあの左アッパーがまた岩崎にとっては邪魔になりますよね。そうですね、しっかりと腰を落として入ろうとはしてますけどね、第4ラウンドが終了です。残すラウンドはあと1つとなりました。プロ全勝のまま全日本新人王に輝くでしょうか。セレスジムの目黒誠也、先輩の岩佐良介も駆けつけています。一方西軍代表岩崎圭介24歳、消防士を辞めてボクシングの道を選びました。オールジムに初めてのタイトルをもたらすことはできるでしょうか。さあ試合は最終ラウンドに入ります。ラウンド、はい、ラストラウンド、全日本新人王決定戦スーパーフライ級です。最終ラウンドに入りました。さあ岩崎が飛び込んでいきました。まあ岩崎からするとノックアウトの狙いですよね。ここもガードを固め飛び込んでいく。そこから打ちたいんだけどクリンチされるから手が出にくくなるというところは確かにありますね。もう一度さあ青いトランクスの岩崎飛び込んでいけるか。体を左右に振って低くしまして飛び込んでいく。さあここから左フック。浜田さんも岩崎としてはこれを続けていきたいということですよね。そうですね、やっぱり、流れポイントはおそらく取られているでしょうからね、ノックアウト狙いでいかなければいけないでしょうね。オールジム陣営もおそらくそう見ているでしょう。さあ中に飛び込んでいく。右顔面を捉えた。ただ目黒も返してくる中右両者クリヒトアルソン、あっと、はい、激しい打ち合いになります。ロープを背負った目黒、それに対して岩崎がパンチを集めていく。右から左、もう一度右アッパー。このラウンドに全てをかけます。青いトラックス岩崎です。少し目黒の顔が歪んだか。肩で息をするようになってきました。赤いトランクスの目黒です。まあ、全体的に目黒は、まあ、顎がちょっと高いところあるんですね。岩崎はしっかりと懐に潜り込んでボディを打って、そこから左フック顔面に返すと面白いでしょうね。鼻からは出血があります。ただそれでも前に出ます。青いトランクスの岩崎です。このリーチ差、身長差がありながらも決してひるむことはありません。さあ中に飛び込んでいく。さあ中に飛び込んでここです。ただ目黒も仕掛けない、押し込んでいく岩崎。さあロープレをやっていく。1分を切りました。さあ両選手に対して大きな声援が飛びます。後楽園ホールです。まあ岩崎は鼻に出してるから結構呼吸がやりにくくなるんですね、はい、そうするとスタミナもやっぱり大消耗するというのは確かにあるんですね。それでも下がることはありません。左ストレートに合わせまして中に飛び込んでいく。さあ30秒を切りました。目黒もきついか。そうですね、口開いてるところで投げるときついことは目黒もきついですね、さあ岩崎が前に出る。目黒も返すが岩崎が出る。さあ岩崎としてはジムにタイトルをもたらしたい。気迫の打ち合いとなります。拍手が起こる、声援が起こります。ここで試合終了、判定へともつれ込みます。まず椅子に座ったのは目黒、続くように岩崎も座りました。結果を待ちます。
いや最終ラウンドは浜田さん岩崎も出ましたね。そうですね、その攻撃を3ラウンドからできればあよかったですけどね。なるほど、まさに去年テレビで見ていた場所ですというこの後楽園ホールで5ラウンド戦い抜きました岩崎圭介。発表です。ジャッジ近藤健二48-47青岩崎。ジャッジ中村克彦48-47赤目黒。割れました。ジャッジ姫野俊道48-47。以上2対1のスプリットで試合をもちまして勝者赤コーナースーパーフレー級全日本新人王目黒彩也。2対1の判定、セレスジムに2つ目の全日本新人王のタイトルをもたらしました目黒彩也20歳です。